長岡市民放射線特定会の佐藤です。よろしくお願いいたします。私たちの会について紹介させていただきます。それは2011年の3月11日の東日本大震災とその後のですね、原発事故による避難の方とかいろんな意味での原発事故の被害、それにどう対応していいかということから生まれました。まずは私その当初はボランティアで物品を持っていったりとかいろいろしておりました。その時、住民安全ネットワークの小川真子さんと知り合いまして、で一緒にですね、救援物資を配ったり、それから避難所を、訪問してですね、避難所の方とお話をしていきました。そして、どういうことをやるかといいますと、これからやはり放射性物質に、覆われてしまった日本で自分たちの家族や子供を守っていくには、やはり放射線の状況、放射能の状況、放射性物質のことを調べなければ、市民の立場で把握しなければならんだろうと。ということで、測定の勉強とか、測定簡易的な測定の実際とか、簡易測定もということを勉強していきました。また、長岡市に避難されてきた渡辺初夫さんと出会い、初夫さんの避難のご経験とか、その原発事故に対するあらかじめの準備とか原発事故の への判断というのをお聞きして、その体系をですね、ぜひとも伺おうということで、その勉強会、初夫さんも体系を伺う勉強会を昨年何回か3回4回行いまして、その記録をまとめた語り継ぐ福島というこういう冊子を取っております。これだけで、皆さん方にですね、いろいろとお伝えすることもたくさんあるわけなんですけれども、さらにこういう初夫さんの体験を生かす、市民防災に生かす形でですね、現在、桑原名作という原子力災害、原子力防災の避難計画を県のレベルで細かく検討されている方をお迎えして、市民目線でその避難計画等を考え、そして長岡市の計画も検討して、そして市民の立場からの提案をしようということで、今、勉強会を行っております。はい、私は渡辺初夫と申します。私は福島の第一原子力発電所の事故で、長岡に避難しています。現在はですね、4年7ヶ月過ぎたのですが、まだ福島県だけでも12万人の人が避難中というような現実があります。新潟県にも4000人ちょっと切りましたけど、避難者がまだお世話になっております。その4000人近くの人の今現在ではもう8割の人が自主避難者という方たちが、いまだにここで、家庭内は二重生活で桜を切り崩しながらお母さんと子どもたちが頑張ってもらうということの現実があるわけで、自分としては今現在そういう自主避難の人たちの、自分も避難者なのですが、支援という形、自分の思いとして一日でも長くこの安心できる長岡で頑張ってほしいという思いがあるものですから、そういう全国からの支援、新潟県も含めてですね、支援者の方の支援金を届けたりなんかしております。その一方で今本当に新潟県に至り尽くせりの支援をいただいて、避難中に何ができるかっていうましたら、私が2020年の8月末までですね、事故を起こした原子力発電所に勤務してましたので、それも全国的に珍しい、原子力発電所の重要な部分をほとんど手がけている会社のために、安全神話っていうものが以前は直前は言われてたのですが、本当に、作業をしながら、ここは大丈夫、大丈夫というふうに言ったときに、これは国が言ってること、東京電力が言ってることと全然違うよね、
いうようなことから自分の生活は一変してしまいます。ですが、生活があるために会社を辞めることはできませんでしたけど、自分が勤務中にはそういうね、重大事故がなくて済んだのですが、この前の東日本大震災で、大変な事故になってしまい、そういう経験を踏まえ、今、佐藤先生からの紹介ありました通り、私を含めて24人を説得っていう意味でね、騙して、新潟に着いてきたという経過があります。で、新潟に来てからも、避難所の代表というようなことで、3ヶ月間、皆さんをいろんな悩みとかね、問題等もありましたけど、皆さんの教育が来て3ヶ月間無事過ごすことができて、今は長岡のアパートの方にね、市営のアパートの方にお世話になりながら、支援活動、または自分の持ってる知識ですね、と経験を要請のあったところで、講演をさせていただいております。また佐藤先生との関わりは、長岡にある避難所に佐藤先生が来られた時に、長岡市民の勉強会を立ち上げたいというような話がありまして、自分のそこに入り、勉強会を続けているところです。長岡市民保守線特定会の佐藤先生と加藤さんのところにお邪魔して、動画を撮影させていただきます。で、長岡市民保守線特定会について先ほどちょっと加藤先生からお話をいただきました。で、渡辺佐藤さんについてのご質問も先ほどさせていただきました。では早速今現在保守線特定会でやっている事業についてお聞きしていきたいと思います。はい、私のノートですね。はい、でですね、実は本日は昼間、今まで夕方からですね、街中キャンパスで、原子力防災についての勉強会があったんです。で、これが2回目なんですけども、その1回目、2回目っていう流れを佐藤先生、ちょっと説明していただいていいですか。はい、原子力防災について、こっちには柏崎刈羽の原発があって、再稼働ということが、議論されたり、問題となったり、皆さんいろいろ考えておられると思うんですけれども、その再稼働の前提としてですね、原子力の事故に関する防災計画というのを作らなければいけません。それが、責任は地方自治体に置いてきてしまうわけですけれども、その作り方というのが、その内容とか、作り方とか、その、あり方がどうであろうかと、それは市民のきちんとした生活とか生命の命の防衛のための計画であるかどうかということを考えて、市民目線で考えさせてもらって、いろんな提案を考えていきたいと思って、この原子力防災、市民目線で考える原子力防災という会をやっております。そこで、桑原美恵さんという今までですね、そういう原子力防災の計画についていろいろ考えて発言してこられた方からですね、いろいろとまず国や県の原子力防災計画についてもコメントをしていただき、で、そのいくつかの、現実的には仙台原発が再稼働していくわけ、しているわけですけれども、そこにおける自分の例えば避難計画について検討していただき、その問題点とさらにですね、考えるべき課題というのを提案してもらったというのがこの1日の流れで、それについて、専門的な立場から佐藤さんからもいろいろと原子力発電所に関するコメントをいただいております。はい、以上です。つまりこういうことですね。もし、福島の原発の事故は起こってしまうんですけど、もし同じような事故が起こったときに、いかに被害を最小限に食い止めて、いかに避難をするか、ということの研究、そうですね、検討、提案ですかね。提案、最終的に提案という形になるというお話をちらっと聞いているんですが、どちらに提案するっていう。そうですね、やはり市と県でなりましょうかね、市の防災計画についての検
検討をさせていただき、これはまた次の回の課題なんですけれども、そしてそこにおける一般的な問題点と、それから長岡独自の論点というのがあると思うんですね。そこについて皆さんからご意見いただき、検討して提案というふうにまとめていきたいと思っております。1回目、2回目を終えて、他の参加者のお話、今回聞けなかったんですけど、佐藤さんにお聞きしましょうかね。1回、2回通して、佐藤さんはもうこの辺詳しいと思うんですけども、他の方々、参加者の皆様とどのようなお考えでしたか？1回の2回を含めてですね、皆さんが感じていることは、非常に避難教育にしても、いろんな規制基準にしても、だんだんこう、どう言ったらいいんですかね、事業者が有利な方向の、に変わってきているっていうのが、私の印象ですね。皆さんも思っているとおり、川端さんも言われているとおり、以前はもっと厳しい状態だったけど、今は事業者が有利になる、国が有利になるような方向が変わって、事業者というと、まあ、電力らしくてね、そうそう、まあ、強いてば、まあ、国っていうか、ね、国ですから、ということに関わりつつある中で、いかに市民の人たちを守るかという難しいことになってくると思いますけど、現実に、防災計画を作るにしても、避難者たちの意見を聞いて行政が避難計画に参考にするというそういう機会は一切ないんですね。それでいいのか、というふうに思うところが私は大きいですね。今現在あれですよね、避難計画はしっかりしてるっていうのも再稼働の一つのバロメーターになってます。今条件なんですよね。で、新潟県の柏崎刈羽原発に関しては、この策定っていうのはどこら辺に進んでいるんですか？かなりなレベル進んでいますけど、まあ、その計画はあって発表されて一部、避難訓練もされているという状況はあります。ただそれが本当に福島の原発事故を参考にしたその教訓を得てできたものかどうかというについて川端さんの方からは、まだまだ問題が多いんではないかというご批判が出ています。つまり今後の批判も含めて、なんというかいろんな側面から検討し、市民目線ではこういう計画がいいんじゃないのというようなものを提示にしようと、そういうため の, 事前勉強会を現在繰り返してたいんですね。となれば、今後3回、4回、5回と続く予定ですか？そうです。次回には川原さんご提案の仙台原発の一般的な避難計画に関するご批判とかご検討のご意見がありまして、課題がたくさんあると、それについて実際に避難された八藤さんの方からですね、体験に基づいてこれはこうであると、もっと具体的にはこうであると、これの方がいいんではないかと、そういうコメント、ご指導のご意見をいただきたいと思っております。これからは1回、2回目出てない方にぜひ来てほしいというお話もしていきたいんですが、1回目、2回目に来てない方でも3回目から来ても話は分かるような感じですね。はい、その大学のことをまず説明させていただき、桑原さんからの問題提起を確認して、そして八藤さんの方から一つ一つの論点に関するコメントをいただきたいと思っております。4回目、5回目ぐらいには、もう実際に提案書ができるって感じですね。提案書までは、提案の内容ですね、その提案のテーマが明確になると、要素材の問題ですとか、避難所の問題ですとか、それから避難の順序ですかね、タイミングとか順番とか、そういうことについて、はっきりしてくるんじゃないかと思っております。その後、4回目、5回目ぐらいは、具体的に意見を出し合うワークショップみたいな形になるんですかね？それも考えております。まずは、川端さんのご意見に対する、渡辺さん、八藤さんのコメントをいただき、皆さんで確認の上、それについて、より市民目線での詳細な
方向づけという、あるいはご意見というのをワークショップ形式でやりたいと思っております。ありがとうございます。では最後にお聞きしたいんですけども、長岡市民奉仕店特定会としては、いつ頃提案書を完成させる予定ですか？4回目、5回目でまとまれば、電子出版は比較的容易にできます。ただ、紙媒体で皆さん、ね、お目にかけられるような形での出版については、以後、今後の検討課題として、いろんな行政機関とも話し合って、どうしたら有効に出版できるかを話し合っていきたいと思っております。ありがとうございます。